野獣の血を体内に満たして生まれ出る男がいる。トシとは言う。こんな都政なんだ。あの人にしたって覚悟の上だったさ。そういや死んだ野郎の親父も手のつけられねえ役ネタでしたね。パキパキって感じで。狼の血族たるその男は死人のために人生棒に振っちゃならないよ。いいね。自分ら親子だったんすよ。あいやだからな、頭にぐると手つけられねえんだよ。危険も利害も虚栄も顧みることなく一人獣の道を歩む。その眼が見つめるのは地獄の豪華。その牙が切り裂くのは破滅への封印。人は言う。これすべてその凶悪なる佐賀のゆえと。なあ文ちゃん、妙な動きは絶対にあかんぞ。どう考えたって変だろこれ。でその国に育てとかいうチンプだ。依存はねえのか。消えてもらった。